どうも岸です。さあ皆さん、この週末までどうお過ごしでしょうか。最近はですね、ちょっと、ゴルフ以外にもね、何かちょっと趣味をしたいなと、まあね、少しオープニングをですね、僕結構いろんなことしてるんですね。そういうのもね、皆さんに共感していただきたいなと思ってね、いろいろ考えております。まあいろいろね、本当カメラ結構最近調子悪くてですね、ちょっと色おかしいんですね。なのでちょっと頑張って奮発しましてですね、ちょっとカメラを買ってしまいました。なんかね、もう本当に、まあ、動画を撮りたくって、まあ、ビデオカメラとかも良かったんですけど、もうなんか写真とかもね、なんかいいの撮りたいなと。はい、こちらソニーの α6400 ですね。6400、はい、なんか6500の次に多分6400出たんですけど、さあこれが何がいいか、他のね同じようなあの機種にはないこのね、画面がこっちを向くんですね。もう自撮りですよ。あのゴルフなんか、まあ、もし撮ろうとした時にやっぱ自分が見えないとね、ちょっと都合悪いなっていう時もありますし、まあね、少しボケたねカメラを、ボケ感の出たね、なんかこう写真とかも撮ってみたいんですよね。でこの機種は、なんだろう、その背景ぼかして人間にフォーカスを当てると、こうガンガン歩いててもその人間にだけフォーカス当たって側はずっとボケたままなんですね。それ動画でできるんですよ。もうずっと、なんだろう、周りの人に、モザイク入れなくていいぐらいぼかしたまんま本人だけぐっと追いかけれたりね。なかなか素晴らしい機能、ね、追尾、まあ、機能じゃないですけど、まあ、そういうのもついてるんですね。まあ、それにもう憧れちゃったんでね、もういずれね、ちょっと皆さんにその映像なんかも見せたいなと、ね、もう何のチャンネルだよと、まあ、いいんです、僕本当好きなことをね、どんどん今でもやってるんですけど、まあ、これはね動画を撮るための、カメラと、ね、いいボケ感でレンズが欲しいなと思って、まあ、知識ないのに買いに行ったわけですよ。で店の人にね、ボケ感が欲しいって言われて、でもなんかよく見ると動画撮ってる人、広角レンズって広く映るレンズをね、おすすめしてたんだけど、広角レンズじゃボケなんて出ませんよなんて言われて、うわーって言って、まあ、ちょっとあんまりね、ほんと5、6万、7万ぐらいレンズすごい高いのはするんで、まあ、もっと高いのいっぱいあるんですけど、で、まあ、ちょっと2万円弱ぐらいで、まあ、ボケ感出ますよなんてめちゃくちゃ喜んで買ったレンズがあるんですけど、さあ困ったことに何度撮ってもうまくボケ感出ないんですよ。なんでだろうと思って、まあちょっとね、レンズの種類がもう完全に間違っててですね、マクロレンズっていうね、なんかすごい近いお花を撮ったりするときにボケ感が出るレンズを普通に買いました。はい、ゴルフには使えません。はい、もう俺は何をレビューしようかなと、そんな近くのもの、ね、美味しいものを撮って皆さんに紹介しましょうかね。悲しいです本当に。1個レンズあのゴルフの動画に使えないっていうね、それで初めて、撮った、なんだろう、写真がこちらです。はい、タコのマリネです。はい、何を言ってるんだと、はい、どんどんね、また使い方を、上手くなって、少しでもねいい画像、まあマイクもちょっと買ったんでいい音でねお伝えできればなと思っております。では今日の、レッスン動画どうぞこんな入りかよと。こんにちは、岸です。前回ですね、アイアンならその脇が揃えば距離感が取れて、絶対当たりますよっていう説明をしたんですが、今回はですね、その流れでですね、ウェッジはどうなんだろう、ドライバーはどうなんだろう、この辺もですねちょっと、動きの中で同じように行くのかどうかちょっと説明していきたいと思います。まず先にですね、ウェッジです。はい、前回やったのが胸の上に置いて平らにしておく、で顎の
下ですねに左手もしくはセンターあたりが来るとあんまり押さえつけないということですね。でこのクラブですねやはりウェッジになると短いわけですね。で短いクラブを押さえつけるっていうのはあんまりねこうトゥーがアップして引っ掛けやすくなってしまうんで、まあ、できれば一番このグリップの中で言うと吊るしてるアイアンじゃないかなと思います。そうですね、長くなればこうなるけど短くなればこうなるんでどうしても手首ってこう吊るしてる感じにはなりやすいです。なのでまあこう、ね、構えた時にオープンスタンスだとかまあこうハンドファーストだとかするにしてもあまりこう押さえつけてる感覚ではないんですね。でしっかりとこう上げてることによってまあ距離が測ってることによってやはりクラブを下ろした時に抜けがいい、ざっくりするだとかこう飛び上がらないとこう合わないわけではなくてもうすでに合ってるんでその流れで、はい、こういった形でボールだけをクリアに捉えることもできると。その部分に関してはやはりこうね左手が少しアップしてると。で、まあ、石川遼選手なんかがよくねグリーン周りカラーでもねアプローチしてるの見たことありません。パターでいけんじゃないかって言うと結構ウェッジでやってますよね。そういった時の姿ってちょっとイメージしてもらったら分かるんですが、もうほぼなんか気をつけして立ってるような構えなんですね。こうね気をつけでこう構えといて本当に少しこれだけの形で、クラブを送り込んでると。それはもう気をつけなんであんまりこう当てに行こうとかっていうそういう形にもならないんで結構上げて下ろすだけで当たっちゃうんですね。はい、でも難しさもないですねこう上げてるんで。だから小さなショットほどすごく踏ん張ってチョンってやろうとするともうヘッドがガツンとね走ったりもするんでできるだけまあ姿勢よく距離をとって、ね、力がギュッと急に入らないようにしておいて気をつけして胸を張って距離をとってですね、アクションがひどくつかないように、ね、自分の中でこう軽くねこの距離にクラブの重さを下ろしていければポンと打てる。短い距離はガツンとねあんまり入らない方がいいですね。優しく打たないとやっぱりもう自分が思った距離も飛んでしまいます、ね、その部分に関しては、まあ、胸を張っている位置に対してスッと、まあ多少右手は下に入るんで前傾角っていうのが出てくるんですけどこっちから見るとまあほぼほぼ立ってハンドファーストにしてポーンってこうね送ってあげる。あとはスタンス開いても同じような振り方で大きく振っていくと、まあ左サイドのまあしっかりとねこの胸の張ってる位置で打てることによってアプローチも距離感取りやすくてざっくりトップが減るんではないでしょうか。はい、これアプローチでしたね。さあではですね、ドライバーもやっぱミート率とかフェイスが通る、ね、やはり芯にこう食らうためにはその距離感というのをもう一回ね改めて確認していただきたいと。でドライバーは、まあ、肩を上げて胸を締める。この位置はドライバーもアイアンもウェッジもですね変わんないんです。ただしここの位置を変えずにこう長くなってくると手首の角度が少しずつこう折れてきますね。ただしまあドライバーでこう胸の前にスッと出した時に釣り上げたこの位置もそんなには折れてないですね。そんなにはね釣ってるほどでもないですけどすごく折れてる角度はあんまりわからないぐらいというふうに距離をとってます。でこう構えて右サイドが下がると。で先ほどこうねこういったね肩の動きで自然にスタートができてヘッドの上がる位置とかあんま気にしなくていいわけですね。自然に上がってきます。その流れでストーン。腕も前で締めてるんで口の前にね静かにこう滑り上がってくる感じ。そうすると肩がよく回ります。そこからプレーに対して下ろしてこれると、ね、先ほどここをねちゃんと合わせることによって何ができるかっていうと、普通にこう、ね、アクションないまま肩をひねって戻すこの動作だけで実際は確実に、センターにヒットできる距離感になるわけですね。
その流れができた時に、まあ実際これね離れてるように見えるんですけどね、胸張ってこうやってここに手をこう当ててもらうと大体拳1個半ぐらいなんですね。案外こうやってここに距離を測ってるわけじゃなくて、ちょっと吊り上げてるぐらいの感覚でおへその穴とのね距離感っていうのを少しイメージしてもらえれば、1個半ぐらいなんですね。これぐらい離れてるような感じなんですけど、はい、この5半ぐらいの、胸平らにしてる部分に関して右肩をグッと出してるので、右肩って出っ張ってますからね、少しね、はい、じゃないと本当に右向いてます。このままこう握ると結構右向いてしまうんで、その角度に対して右肩をまっすぐ、ここまっすぐするためには右肩の方がちょっと出っ張ってる感じですね。ここ出っ張ってる感じです。はい、それでまっすぐになります。どんなに傾いてる、アングルでも肩がまっすぐじゃないクラブっていうのはないわけですね。はい、大体肩はまっすぐなので、まあアングルを重要して、それに回転に合わせることによってスイングプレーンっていうのは、ドライバーだと肩のまっすぐに合わせると全部真上になっちゃうんで、傾きに合わせると少しフラット、傾きが立つとアップライト、フラット、ね、傾きが立つとアップライトだけど傾くと自然にフラットになる。ただしもう常に耳のこの辺に手を挙げてる位置っていうのは変わんないですからね。いきなりドライバーだから低いとかアイアンだから高いとかっていうよりも、いつも通りの位置で自分の角度が傾いた時に手の位置が少し変わるだけなので、どんなに、傾きが多いクラブでもアングルは傾いても結構右向きやすいんだけど、肩をしっかりと右肩を、ね、出して肩をまっすぐにすると、ここだけは、しっかり守ってやってみてください。はい、ちょっと離れた感じがしますけど、先ほども言ったようにこれは目をつぶってもちゃんとここに戻ってきますね。さあ、この戻ってくるタイミングでしっかりとスイングをしていきます。はい、ミート率が少し上がるパターンですね。距離感がやっぱ大事です、ね、一か八かでこう押さえつけた手をこう伸び上がりながら打ったり、腰を上げながら打ったりするわけではなくて、元の位置にやっぱり戻ってくるタイミングっていうのをやっぱり作らないといけない。最初の距離感なんですね。さあ、これも胸の前平らにしといて距離を測ります。アングルつけます。このまま肩をゆっくり上げて戻すと、ここへちゃんと戻ってきますからね。はい、はい、もう一つはやっぱりこう胸を張るっていうことに対してやっぱ少し姿勢が良くなると、右サイドのアングル、はい、ゆっくり、ね、こうやってるときはこうだとかこうだとかこうだとか結構手首がブラブラするわけですよ。だからどこに上げたらいいかとかタイミングとかっていうのをなんか無理やり作んないといけないんですけど、まあ胸を張って、まあそう、これ釣りすぎるのもおかしいですからね、なんかちょっと上げにくくなってしまうんで、ちゃんと胸を張って顎の下に拳の中心もしくは左手ぐらいですね、そこが入るこの度合いで、肩を揺すった時にちゃんとこうボールの位置に戻ってくるとね。浮かしたクラブであればちゃんとまっすぐ戻ってくるという形を取ってみてください。よし、これが、まあ、実際ねこう自分のリズム思い切って振ってもですよ、あの元に戻るっていう自信があればすごく安定したところに戻ってきますからね。はい、どうでしょうか。前回もやったけどね、恒例の目をつぶって打ってみますよ。距離が測れてる、角度が出てる、この位置、目をつぶります。つぶってますよ。さあ、いきます。ダフったか。ちょっと目つぶって頭を動かす時間長すぎたな。さあ、構えます。景色見る、下見る、はい、目をつぶります。さあ、打てたんじゃないでしょうかね。ぜひミート率上げるためにはその距離感、ね、皆さんもこういった
練習してみてはいかがでしょうか。岸でした。